中国の有名な SNS アプリドウインの海外版 TikTok は7月7日に香港市場からの撤退を発表し注目を集めました。TikTok 側は最近の事件により香港市場から撤退することを決定したと述べていますがそれは香港国安法のためだとは明言していません。一方、親会社であるバイトダンスは TikTok は香港から撤退するが、香港のユーザーは動員を使用し続けると言っています。つまり、TikTok は本当に香港から撤退するのではなく、パッケージを変更して言語を変更するだけなのです。一部の香港メディアによると、TikTok の香港でのユーザー数が15万人にとどまっており、市場が小さすぎ、営業損失が膨らんだのが 香港撤退の主な理由の一つとなっているようですバイトダンスは国際版の TikTok を香港から撤退させながら中国版のドウインを香港で提供し始めていますこれはリスクヘッジをするためのショー以外の何物でもありませんご存知のように中国共産党とインドとの国境紛争によりインドは TikTok など 59のアプリの国内使用を禁止すると発表しましたその理由は TikTok がユーザーデータを漏洩させる可能性があるからですこの禁止令によりバイトダンスはインドで6400億円の損失を被りましたそれだけでなくアメリカ政府が国家安全保障上のリスクを回避するため TikTok を含む 中国のソーシャルソフトウェアの使用禁止を検討しており、オーストラリアでは TikTok を全面的に禁止するべきだと、国会議員により提案が上がっています。国際社会が中国共産党を封じ込め始めている中、TikTok も途方もない圧力に苦しんでいることがわかります。今回、TikTok が Facebook、Twitter など、 他のソーシャルソフトウェアよりも早く香港市場からの撤退を発表したのは、国際社会に向けたアピールのための可能性が高いのです。彼らは、TikTok も他の外資系企業と同様に、中共の支配の犠牲者になることを懸念し、中共へのデータ提供を拒否し、ユーザーを守るために香港からの撤退を選択したと国際社会に思わせたいのでしょう。 特にオーストラリアの議員は信頼できる情報では TikTok のユーザーデータが中国のサーバーに送信され当局が分析・利用できるようになっていると指摘していますそのため TikTok は香港から自主的に撤退し自らの中共の密告者のイメージを洗い落とすことでアメリカとインドから承認を得て使用禁止の措置から 逃れたいと考えていますしかし同時にローインが香港市場へ参入しており中共が香港の人々を監視することを支援し続けているのです結論としてこの TikTok のシフトチェンジは利用者のデータを守ることができず中国共産党からの情報提供の要求には逆らえないのです